おめでとうございます。ありがとうございます。何枚目になりましたか？6枚目になりました。これは1月の下旬と2月の中旬に、グアムと日本で撮りました。ですね、これはですね、結構際どいやつもあるんですけれども、でもそういうなんかセクシーさもあるんですけども、ちょっと可愛らしい感じで映ってるんじゃないかなって思います。特にここのフロントコックを外すところとかはちょっとなんかセクシーな感じもしますけど、ちょっとなんかドキッとしてもらえたらなと。ましたよ。はい。それ撮ったらどうなんですか？これ撮ったらですか？これもうボロンですね。この黒の衣装なんですけれども、すごい私の S 気がすごい出てるところでもあるんですけれども、なんか無知を持ってたんですけど、自分が叩くんじゃなくて、なぜか知らないけど叩かれてるシーンがあるので、ちょっとそういう M 気のあるところもちょっと見てもらえたらなと。いや、ないんですけども、演じてるっていうことで、はい、女優魂で、はい。見てほしいところはですね、この温泉のシーンですかね。この温泉のシーンが自分的に、まあ、写真でも可愛く上がってたんですけども、温泉があったかかったので、ちょっとほっと赤くなってるところが、まあ、自分で言うのもなんですけど、ちょっと可愛らしく映ってるかななんて思ってるので。はい、温泉効果でありがとうございます。ですね、フラッシュさんから出た、グラビア雑誌 G フラッシュが、6月3日私の誕生日に発売されたんですけれども、なんとそこにこの AKB さんとか有名な方々がいる中でページをもらいまして、なんと、1ページ目、2ページ目、3ページ目ととてもたくさん、はい、載せていただきました。外す時ですね。そうです。外した後は見らんないですね。外した後はちょっとこちらでは載ってないんですけども、はい。いや、正直21歳も22歳も変わらないなって思ってるんですけど、実際いくつですかって年齢を言うときに22っていうのがちょっとだんだんきつくなってきたなって。ゾロ目ですかね。そうですね、まあ、にゃんにゃんということで可愛く過ごせたらなと思ってます。今年からラジオをやったりとかするので、ちょっと喋りの面でもっとしっかりできるようになれたらいいなと、はい、あと女優さんとしてでもちょっと活動し始めたりもするので、そちらの面、ちょっとアイドルじゃない部分の私もちょっと頑張って成長していけたらなと、はい、思います。